皆さん、おはようございます。なんとグランドフェスがついに終了いたしまして、結果の方がね、届いたみたいなので早速見ていきたいと思います。で、寝起きでごめんなさい、朝早く結果を見ていくんですけど、俺はね、過去チームにしました。はい、でその結果出ましたね。過去勝てるかな。結構ね、頑張ってプレイしてきたんですけど、まずホラガイ得得率、これはそうだね、現代が勝ちました。現代強かったですね。戦いの方も現代ちょっと強くて、あとやっぱスプラ2から始めた人が多いから、まあアンバサダーのサポーターになってるね、テンタクルズがやっぱ人気になってくる理由もわかるんですよ。とりあえず得票率、ここ大事だよ、ここ大事、頼む。あやっぱ多いな、やっぱ現在多いね。でもそんな気する、やっぱ今言った通り、テンタクルズやっぱスプラ2ファンがね多いと思うんで、まあ、こうなってくるのはねわかります。さあでも貢献度一番大事なのはここ。いや両方現代勝ってるからな、よっしゃよっしゃよっしゃ。あでもさ、待って、勝ってるのはさ過去だけどさ、今までのホラガイとさ一騎打ちじゃん、得票率回したら。一騎打ち。ごめんね、未来。未来はもうなんか、スリミ連合の舞台は何もできてないと思うんですけど、この一騎打ちをうまいこと、そのチームの人は見てください。最終結果。過去3勝したのはでもでかいぞ、これ。トリカラマッチ勝ったの一番でかい。頼む頼む、一騎打ちだ、これ。頼む、抜かせ、よしよし、抜かしたやったやった過去。いや、得票率とホラガイ得率ナンバーワンのチームにまくって勝てたのでかいですね。最終逆転してよ、大逆転だよ。いや、やっぱ塩カラーズ強いや、これは。元祖スプラトゥーンってだけありますね。いや、でも強かったら出てくるぞ。未来もね、頑張ったんですけど。まあ、でも最後一騎打ちってなっちゃったか。現在派の皆さんもとても頑張ってましたよって。うん、未来も頑張った。未来あんまね、でも戦うこと少なかったんですよね。人が少なかったんだろうね。でもスプラ1からやってる人はさ、過去行くよ。しかもなんか年季があるからさ、やっぱスプラトゥーン歴は結構あると思うね、過去は。楽しかった。もうフェスないのかな。また7人で集まろう。グランドフェス、もう一回しないかな。来年でもいいからさ。フェスがなんか今回最後と俺聞いたんだけどさ、実でも最後って言われてないよね、この子たちに。スリミ連合から言われてないので。またあるといいんですけど。もうやっぱ来年でもいいや、もうグランドフェス来年でもいいから、もう一回やりたいな。広場とかめちゃくちゃね、良かったんで。あ、終わっちゃったね。祭りの後はいつも寂しいもんじゃの。ノーマン太郎、前に言っとったじゃろ。バンカラ地方とハイカラ地方は仲良くするべきとか。え？今回のフェスを見てやっとその意味が分かったんじゃ。お前さんの言うことは正しかった。万太郎の言うことは正しかったんや。なんかそんなこと言ってたんだ。忘れてた。会場に来てくれたみんながええ顔してはったわ。これからもあの笑顔が見たくなってしもたな。よかったね、仲良くできて。だからそんな最初敵対してたっけ。なんかでも感動するお話ですね。黙ってコラボするのはもうなしだ。確かに今臨時で来たもんね、急にパッて。次はなんか盛大に3組でさ、なんかしてほしいな。コラボみたいな、それこそコラボみたいな、コラボライブみたいな。またライブ見たいですね、この全員のライブね。うわ、未来派のスリミレンガも頑張ってたな。